ケプラー37とは地球からこと座の方向に215光年離れた太陽より少し小ぶりな G 型主系列星である。2015年1月の地点で4つの太陽系外惑星が発見されている。そのうち一つは地球の3割の大きさしかない。これは今発見されている太陽系外惑星の中では最小である。ケプラーは質量が 太陽の0.8倍、半径が0.77倍と太陽より小ぶりで、表面温度は 5417K と太陽より、摂氏650度ほど冷たい。しかし、スペクトル型は太陽と同じ G 型である。誕生から60億年が経過しているとされている。別名として、コイ -245、キック -8478,994 などとも言われる。 2015年1月の時点で、ケプラー37には4つの太陽系外惑星が発見されている。2013年2月に、ケプラー37ビット、ケプラー 37C、ケプラー 37D の発見が公表され、2014年にはケプラー 37E が発見された。惑星系のうち、少なくとも B と C は地球のような岩石から形成されている。 地球型惑星である。D は地球より大きい岩石惑星、スーパーアースと海洋星クラスのガス惑星である、ホットネプチューンの両方に可能性がある。惑星の中でもケプラー37ビットはとりわけ注目されている。そのわけは戦術の通り、惑星の小ささにある。直径は地球のわずか0.303倍である。これは、 太陽系の惑星で一番小さい水星の0.71倍、地球の衛星である月の1.11倍である。これは2015年の時点で確認された太陽系外惑星の中では最小である。ケプラー37ビットはケプラー37からわずか 0.1au の距離をほぼ2週間で好転している。そのため表面温度は 700K にまで加熱されており、 太陽系の彗星に非常に近い環境である。生命が存在する可能性はほとんどない。ケプラー37ビットの質量は発見方法である。トランジット法ではわからないが、ケプラー37の視線速度から地球の0.01倍以上6倍以下とされている。しかし大きさから質量が地球質量を上回ることはほぼないとされている。ケプラー 37C も ケプラー37ビットほどではないが、地球より小さい岩石惑星である。直径は地球の0.742倍である。ケプラー 37C も、ケプラー37から 0.137AU の距離を3週間、あまりで好転しているため、表面温度は560系にもなり、こちらも生命が存在する可能性はほとんどない。さらに、外側を好転している。 ケプラー 37D は地球のほぼ2倍の直径を持つスーパーアース、またはホットネプチューンである。2014年にはさらに外側に新たにケプラー 37E が発見された。半径は不明であり、その他にも軌道離心率や軌道傾斜角、質量も不明である。判明していることはケプラー37から 0.25au の距離を51.2日で、 好転しているということだけである。ありがとうございます。